1965年夏時点の T 網におけるラインプファイル。青は T ラインゴルトラインプファイルはヨーロッパで運行されていた列車である。1958年にそれまでラインゴルトの一部とされていたドルトムント・ミュンヘン間の特急列車にこの名が付けられた。1965年には西ドイツ国内列車のまま T となり、1971年からは インターシティとなった。1979年からは、西ドイツとスイスを結ぶ、国際列車となり、1987年には、ユーロシティにもなったが、1991年夏の、ダイヤ改正で廃止された。1973年までは、途中駅で、ラインゴルトと客車のほぼ半数を入れ替えていた。列車名はドイツ語で、ラインの矢を意味し、 途中区間で並走するライン側にちなんで名付けられた。なお1952年から1年間のミライン、プファイルという名の国際列車が存在したが、これは後のラインゴルトである。1952年夏のダイヤ改正で、オランダのフークファンホラントとスイスのバーゼルを、フェンロー、クルン、マインツなどを経由して結ぶ特急列車が新設され、ラインプファイルと命名された。 前年に、同区間で運行を始めた、ラインゴルト急行が1等車から3等車まで全ての、等級の客車を含んでいたのに対し、ラインプファイルは1等車と2等車のみの編成であった。また所要時間もラインゴルト急行より短かった。この時同時にドルトムントとミュンヘンを、エッセン、ケルン、マインツ、フランクフルトアムマイン、ビュルツブルグ経由で結ぶ12等特急列車も、 新設された。ラインプファイルと F22-21 列車は、ケルン・マインツ間では互いに並結されて運転された。F22-21 列車は、時期により、オーストリアのインスブルックまで直通した。またケルンでは、ハノーファー発着の特急列車、ドームプファイルと乗り換えることもできた。しかし、翌1953年夏のダイヤ改正では、 F10、9列車が、ラインゴルト急行の名を名乗ることになり、ラインプファイルの名は消滅した。F22、21列車も同時に、ラインゴルト急行を名乗った。1954年夏ダイヤ改正では、F、F10、9列車及び、F、F22、21列車は、ラインゴルトと改名された。また、ケル・マインツ間での並結も取りやめられ。 ケルン中央駅で客車の入れ替えのみを行った。この時期、F22、21列車は往復とも F10、9列車の8分から10分前を先行する列車として運転された。F22、21列車のインスブルックへの直通は1956年以降行われていない。1958年夏ダイヤ改正で F22、21列車は ラインプファイルという独立した列車名を与えられた。ただしケルンでのラインゴルトとの客車の入れ替えは依然と同様に行われた。1962年夏にはラインゴルトのケルン以北の経路がユトレヒトエメリヒアムライン経由に変更された。これと同時にラインプファイルとラインゴルトの客車の入れ替えはデュースブルク中央駅で行われるようになった。この時からラインゴルトには 新型の客車が投入された。ラインプファイルでも、デュースブルクで、ラインゴルトと入れ替えを行う以下の客車は、新型客車となった。1963年には、ラインゴルトと入れ替えられない客車も新型のものとなり、最高速度は、時速1 6 0トルに引き上げられた。 ラインゴルト・ラインプファイルとして、アムステルダム・ミュンヘン間を直通する客車1964年のヨーロッパ時刻表会議において、ラインゴルトは翌年から T とされることが決まった。この時、ドイツ連邦鉄道は、ラインゴルトと共通の客車を用いるラインプファイルも T に加えられるべきであると主張した。これが認められ、本来国際列車専用の種別であった T に、 国内列車のラインプファイルが加わることになった。翌1965年5月30日の夏、ダイヤ改正から、ラインプファイルは、ラインゴルトや他の西ドイツ、フランスの国内列車と共に、T に昇格した。この時ラインプファイルは、ビュルツブルグミュンヘン間の経路を、それまでの直行ルートからニュルンベルク経由に変更した。デュースブルクで、 ラインゴルトと客車の入れ替えが行われるのは従来通りであるが、直通区間は拡大され、フークファンホランとアムステルダムミュンヘン間のほかドルトムーンとジュネーブ間、ドルトムーンとミラノ間を直通する客車も連結された。ただし、北高のラインプファイルは、デュースブルクでフークファンホランとアムステルダム行の客車を切り離した後、 ラインゴルトを待たずに発車し、ジュネーブやミラノからドルトムントへの客車は、ラインプファイルの数分後を続行する別の列車として運転された。1970年夏ダイヤ改正では、ドルトムントとクールを直通する客車が新たに設定された。これにより、客車の連結順や、デュースブルクでの入れ替え手順が変更された。また北欧、ラインプファイルは、 デュースブルクでラインゴルトを待ってから発車するようになり、スイスイタリア方面からドルトムントへの客車は再び、ラインプファイルに並結されるようになった。1971年のインターシティモー。青が2号線。1971年冬ダイヤ改正で、西ドイツ国鉄は、インターシティという、新たな国内列車の種別を設けた。 これは一等車専用の優等列車であるという点では、T と同様であるが、4つの系統に沿って、約2時間間隔の等間隔ダイヤで運転され、主要駅で1系統の列車が、相互に接続するという特徴があった。この時ラインプファイルは、IC2 号線のインターシティのうちの1往復とされた。運行区間が、ハノーファーミュンヘンに延長されたほか、ビルツブルグミュンヘン間が、 IC2 号線の標準である直行ルートに戻され、ニュルンベルクには止まらなくなった。ただしドルトムントケルン間は、IC2 号線の本来の経路である、ブッパータール経由ではなく、エッセン、デュースブルク、デュッセルドルフ経由の IC1 号線の経路を通っていた。代わって同時間帯の IC1 号線の列車である、トラーボンベルクが、ブッパータール経由となっており、 ドルトムント中央駅では、ラインプファイルと相互に、ケルン中央駅では、南港は、トラーボンベルクからラインプファイルへ、北港は、ラインプファイルから、トラーボンベルクへ乗り換えることができた。また、IC2 号線は本来ビスバーデンに停車するが、ラインプファイルはその対岸のマインツ経由のままであった。ビュルツブルグ中央駅では、 IC4 号線のノルトビント、ズユートビントとそれぞれ相互に乗り換えることができ、ニュルンベルクへの接続が保たれた。デュースブルクでの T ラインゴルトとの客車の入れ替えは、従来と同様に行われた。ラインプファイルの客車のうちハノーファー発着のものは、ほとんどが、デュースブルクでラインゴルトに付け替えられており、ハノーファーミュンヘン間を走破する客車は一両のみで、あった。 1973年夏ダイヤ改正で、デュースブルクでの客車の入れ替えは、ほとんどが取りやめられた。例外として、ハノーファーミラノ間を、ラインプファイル、ラインゴルト及びティーローラントに連結されて直通する、客車一両のみが残った。オランダとミュンヘンを、ラインゴルト、ラインプファイルとして直通する客車はなくなったが、代わって、デンハーグミュンヘン間に、 T. エラスムスが新設されている。なお1975年からはもう一両の客車が、週末のみ、ハノーファーキアスソカゴラインプファイル、ラインウォルト、ローラントに連結され直通するようになった。これは旅行会社の貸切車両であった。1979年の夏ダイヤ改正で、西ドイツ国鉄はインターシティモーの改革を行い、 運行間隔を1時間にするとともに、すべてのインターシティに二等車を連結した。この時ラインプファイルは IC1 号線のインターシティの一つとされ、運行区間はハンブルクドルトムーンとケルンマンハイムバーゼル間に変更された。前年の時刻表会議の段階では、この列車は別の名前が付けられる予定であったが、元 IC2 号線の列車名であったラインプファイルが転用された。 なお、マンハイム遺南では IC3 号線の経路を取るが IC79 では異系統のインターシティの間での経路の入れ替えが何組か行われておりラインプファイルはそのうちの一つであった1982年夏ダイヤ改正ではスイス連邦鉄道が1時間間隔のパターンダイヤを実施したことの影響で北行のラインプファイルの時刻が1時間早められ 中立比始発に変更された。1985年夏には西ドイツでインターシティ網の再編が行われた。この時ラインプファイルの運行区間は往復ともハノーファー中立比間となった。途中ドルトムント、エッセン、クルン、マインツ、マンハイム、バーゼルを経由しており、ハノーファーマンハイム間は IC85 における2号線。 マインハイム・バーゼル間は3号線の経路である。1987年5月31日には、ラインプファイルは新設された、ユーロシティの一列車となり、運行区間は、ハノーファー・クール間に延長された。1991年夏ダイヤ改正では、アイスの運行開始や旧東ドイツ地域への、インターシティの乗り入れの本格化などに伴う系統の再編が行われた。 ハノーファーとバーゼルをケルン経由で結ぶ系統は IC5 号線となり2時間に1本はベルリンまで延長された。しかしこの時ラインプファイルは廃止され同じ時間帯の列車はベルリン発バーゼル行き及びバーゼル発ブラウンシュバイク行きのインターシティに置き換えられた。1979年以前のラインプファイルの経路であるルール地方とミュンヘンの間では 2006年からケルン、ラインマイン高速船及びニュルンベルク・インゴルシュタット、ミュンヘン高速船経由のアイスが1時間間隔で運行されている。1979年から1985年までの経路では、2010年冬ダイヤーにおいては、在来線経由のハンブルク・クール間のユーロシティが1日、2往復運行されている。ハノーファー。 フランクフルト経由のアイスと比べると所要時間は長い。1985年以降の経路であるドルトムーント、ケルンとバーゼルの間は2002年に、ケルン、ラインマイン高速線経由のアイス43号線となった。ただしドルトムーントケルン間は、ブッパータール経由である。2010年冬ダイヤでは、ケルンバーゼル間は2時間間隔の運行であり、一部のみ。 ドルトムント発着となる。またマンハイムでの乗り継ぎを含めれば1時間間隔となる。1965年の T 昇格時点での停車駅は以下の通り。1962年以前1952年のラインプファイルは1951年から西ドイツ国鉄が製造を開始した特急用客車を使用していた。 客車の全長は21.25メートルで青色に塗装されていた。当時のドイツは3等級制であったが、ラインプファイルには1等車と2等車のみが連結された。1956年に西ドイツの鉄道が2等級制に移行したことに伴い、旧2等車は1等車に統合された。1954年まで、後にラインプファイルとなる F22。 21列車には、マインツミュンヘン間でのみ、ドイツ寝台車、食堂車会社の食堂車が連結されていた。F10、9列車との並結区間で歩けるマインツ間では、F10、9側の国際寝台車会社の食堂車が用いられた。1954年以降、ラインプファイルなどの F2 区には、全長26.40メートルの一等客車が導入された。 この車両の寸法は後に国際鉄道連合の UICX 規格となった。定員は60名で空調設備は備えられていなかった。TIC 客車、ラインゴルト型客車1962年、西ドイツ国鉄はラインゴルト用に新型客車を製造した。ラインプファイルでもラインゴルトと直通する客車は新型客車とされた。 車両の内訳は以下の通り。1963年にも同型式の客車が追加で製造され、ラインゴルトと入れ替えられない客車も新型のものとなった。塗装は元はクリームチに青帯であったが、1965年の T 昇格後に T の標準色であるクリームチ赤帯に変更された。1965年以降、同型の客車は 他の t やインターシティに用いられるようになるが、131型食堂車や101型展望車は、ラインゴルト、ラインプファイル専用であった。1973年まで、ラインプファイルの客車は、デュースブルクで、ラインゴルトと入れ替えられて、オランダやスイス、イタリアへ直通した。この時期ラインプファイルの客車は、ドルトムント、ミュンヘン。 ハノーファーの車両基地に分散して所属していた。ラインゴルトは西ドイツ国外の発着であるため、その客車はラインプファイルの客車と入れ替わることで定期的に基地に戻っていた。この頃の編成と客車の入れ替えは数の通り。1973年にラインゴルトとの客車の入れ替えは一両を除いて中止された。また展望車の連結もなくなり、 食堂車も平屋の標準的なインターシティ用車両となった。1979年以降のラインプファイルには、西ドイツ国鉄のインターシティ用に当社が連結されている。例えば1982年夏ダイヤでは以下の編成であった。E10.12 型機関車1958年にラインプファイルと命名された時点では、電気機関車牽引区間は、 フランクフルト・ビュルツブルグ間のみであった。その後、1959年に、ドルトムントビュルツブルグ間が、電気機関車牽員となり、1962年に、全区間で、電気機関車牽員となった。1963年以前には、e、E19 型電気機関車などが用いられていた。1963年、前年に、 ラインボルトに投入されたのと同型の E10.12 型電気機関車が用いられるようになり、最高速度は時速 160km に向上した。1967年からは103型電気機関車も用いられている。ありがとうございます。